全ての記憶が失われることを承知の上で、魂の浄化、転生を受け入れる決意をした風花。しかし、風花の決断を受け入れられないデスコは、心の葛藤の果てに、肉体の限界を超え、ついには暴走し、二人に分裂してしまう。説明しよう。肉体と精神の限界に達したとき、デスコがスーパー細胞分裂し、増殖するのだ。分裂したデスコ、以下分裂デスコは、風花の転生を阻止するため、魔界の制圧に向けて動き出す。暴走する分裂デスコの圧倒的な力の前に、アクターレ大統領を率いる魔界政府は、それはもう呆れ返るほどあっさりと蹂躙され、魔界は分裂デスコのものとなった。そして今、分裂デスコの恐ろしい企みが風花たちに迫ろうとしていた。分裂デスコめ、たった一日で魔界を制圧するとはやるではないか。俺の施したラスボス教育の影響は分裂した方にも及んでいると見える。その点は褒めてやろう、デスコ。ありがとうです。でも、そう、これはお前の心の弱さが招いた不始末だ。しっかりと反省し、今後はラスボスとして心の強さも身につけていくのだぞ。のんびりラスボス教育を施している場合ではありません、閣下。緊急事態です。アホのアクターレの不甲斐なさのせいで緊急事態に拍車がかかっております。あっさりと支配者の座を奪われたばかりか、すでに分裂デスコに取り入っているという情報まで入っています。アクターレめ、見事な変わり身の速さだな。あいつならどこへ行っても幸せにやっていけることだろう。あんなアホのことはどうだっていいだろう。そんなことよりも分裂デスコが企んでいるあの忌々しい計画を何とかしないと。転生に関するプリニー法の改正と風花さんのための楽園お姉様アイランドの建設ですか。何がお兄様アイランドだ。ファッションとスイーツとイケメンが集うお姉様のための楽園だと。そんなアホらしいもの、この魔界に勝手に作られてたまるもんか。今すぐ阻止しないと。これも全てお姉様のためか。小娘が気に入る世界を作って転生の意志を撤回させる気だろう。今回の騒動の原因は全てお前にあるのだ。この責任は取ってもらわねばな。え、小娘。お姉様は何も悪くないです。悪いのはデスコなのです。だからお姉様を責めないでほしいです。いや、お姉様アイランドはともかく、プリニー法の改正だけは断じて許すことはでき、プリニー教育係としてな。せっかく魔界が正常化しかけているのに、プリニー法の改正で転生に歯止めがかかれば、再び魔界にプリニーが溢れてしまうぞ。いかにも。その程度のことにも考えが及ばぬのなら、支配者の資格などなし。待っていろよ、分裂デスコ。全プリニーの未来のためにも、お前の野望は潰してみせる。私も行くわ。なんだ小娘、お前はお姉様アイランド推進派だろ。言ったでしょ、私は転生したいの。誰にも邪魔はさせないわ。それに分裂デスコのやってることが全部私のためとか言いふらされちゃ、私の評判ガタ落ちじゃない。平気で造幣局とか襲っておいて、今さら評判も何もないと思いますけど。とにかく私も行く。行って分裂デスコに教えてあげなきゃ、私の気持ちを。お姉様、あんたも一緒に行くのよデスコ。くよくよ悩んでても仕方ないじゃない。ラスボスならとりあえず暴れてさ、頭すっきりさせたら。暴れてすっきりって、まあラスボスらしいといえばそうかもしれませんけど。わかったです、お姉様。デスコも行くです。大暴れしてすっきりするです。うん、そうこなくっちゃ。
さあ、行くわよ、みんな。試練その3、ズバッと建設、お姉様アイランド。建設予定地ね。って大統領府じゃないか。魔界の祭りごとの中心地を差し出すなんて、アクターレめ、何考えてんだあいつは。当然何も考えてないんだろうな。あいつの考えることは所詮権力者に取り入る方法ぐらいのものだ。私が収集した情報によりますと、この大統領府をお花で埋め尽くした華やかな景観に改造するそうですわ。へえ、いいじゃん、魔界にお花なんて。好きよ、そういうの。ですよね、そういうのお姉様好きですよね。だが大統領府を小娘好みに変えられては、瞬く間に悪魔の堕落が始まってしまうだろう。それだけは何としても阻止せねえ。待てー、俺様の手に取りで勝手は許さんぞ。アクタール、なぜお前がここにいるんだ。分裂デスコにあっさりと支配者の座を明け渡したと聞いていたが。俺様がここにいるのは当然。今や俺様は分裂デスコ様の右腕なのだ。そしてお姉様アイランド建設計画の全てを任されている責任者なのだ。今後この大統領府のありとあらゆる施設と装飾をお姉様好みに変えていく、それが俺様の使命なのだ。
魔界大統領から落ちぶれたくせに、どうしてそんなに堂々と胸を張れるんだ。あんたが総責任者ってどう考えても失敗しそうな気がするんだけど。まあいいわ。それより分裂デスコはどこにいるの？それはいくらお姉様だとしても教えるわけにはいかないな。な、あんたにお姉様呼ばわりされる覚えはこれっぽっちもないわよ。いいや、俺様にはお前をお姉様と呼ぶ資格がある。分裂デスコ様のお姉様を思う気持ち、姉妹愛に心動かされたから俺様はこうして総責任者を引き受けたんだ。決して分裂デスコ様に1ターンでボッコボコにされたからじゃない。純粋な気持ちで手助けしているんだ。だから俺様にはお前をお姉様と呼ぶ資格があるのさ。言い訳もここまで来ると美しさすら感じますわね。こんなアホ相手にしてる場合じゃない。いつも通りさっさと始末するわよ。みんな愚か者め、教育してやる。はぁ、てりゃ後悔してもせ、懺悔しろ。外さない。覚悟しろ。てりゃーん。ワイオン。冥府に落ちろ。任せな。はい。少しは腕を上げたようだな、お前たち。だが今のはほんの小手調べ。お姉様、アイランド建設計画を邪魔しておいて、このまま生きて帰れると思うなよ。今まさにボコボコにされた方のおっしゃるセリフじゃありませんわね。こいつの負け惜しみもいい加減聞き飽きた。さっさと分裂デスクを倒して帰ろうぜ。そうね。さあ言いなさい、アクターレ。分裂デスコはどこにいるの？なんのことかな。とにかくお姉様アイランド建設計画はもう始まっているんだ。さっさと帰れ。いいや、帰らん。プリニー法の改正など断じて認めん。分裂デスコの暴走は何が何でも止めてみせる。アクターレよ、諦めろ。閣下を本気にさせてしまったのだ。もはや貴様に逃げ道はないぞ。お前たちなんて、お前たちなんて、この俺様が分裂デスコ様に言いつけてやる。なんだかアクターレさんを見ているとかわいそうになってきますわね。
それはアリンコを見て同情する人間と同じだぞ。くだらんエゴだ。行くぞ皆の者、アクターレを追えば分裂デスコの元にたどり着けるはず。あのお姉さま、お姉さまはお花に囲まれた世界ならずっと暮らしたいって思わないですか？そりゃドス黒い魔界よりはお花に囲まれた魔界の方がいいわよ。でもね、永遠に暮らすとなったら話は別。別ですか。もっとお姉さま好みの要素があればお姉さまは魔界に住みたくなるですか？そういうことじゃないんだけど。そっか、分裂デスコはあんたの分身だもんね。だからデスコにとっちゃあの子のやってることは正しく思えるんだ。そうです。けどお姉さまは喜んでいないみたいです。それがなぜなのかよくわからないです。そっか、デスコにはわかんないか。ま、わからないことは考えたってしょうがないわよ。行くわよデスコ。あ